殺さ。なんて送るわけ。マリータセア。おはよう。おはようございます。お先輩は今日体調不良でお休みだそうですよ。あ、そう、よかった。ん、恥ずかしい自撮り写真を送られてしまった会社の同期。私最近料理の勉強中で先輩に試食してほしいんです。え、先輩のお家行きましょう。あ、そうだ、それがいいですね。今日は邪魔も入らないし。邪魔？あ、辛い。eso sí me interesa, ¿eh? おはようございます、先輩。No mames, casi me cago del susto. Oh. 夢。やっぱり会社行こう。Al día siguiente. あれ、体調大丈夫なんですか？うん。無理しないでくださいね。ありがとう。先輩、次上の会議室だそうですよ。ああ、うん。先輩、この後お昼どうされるんですか？あ、この前すっごい美味しい鉄板焼きのお店見つけて。あ、sí? Pues vete al cuerno, demente。昨日はなんか変な写真送っちゃってごめんね。ふざけて友達に送ろうと思ったのは間違って送っちゃっただけだから。ああ、友達って言っても女の子だよ。中学の時からの友達で料理が上手な子で、普段からお湯着るわけじゃないからね。いや、してとかしてるわけじゃなくて、楽しくないこともなかったし、見苦しいと思うから送った写真すぐ削除してね。なんなら消えたいこと粉々に。ああ、チンガスパソ？素直ってどうやってなれるの？このままだとあれに取られる。気持ちは正面からぶつけないと伝わらないんだ。あいつ鈍いし。私変わる。来週から。あやは、